オリックス27日から、3日間ですね、ソフトバンクとのカードが始まりますよね。で、ぜひともですね、このカードで抑えたいのがギータこと柳田悠岐ということで、オリックス去年からですね、このギータになんかちょっと変態的なホームランを打たれまくっているので、ぜひともですね、このカード以降はですね、抑えていこうというふうに個人的にも、はい、思ったりしております。で、3本ともですね、ちょっと生で実際にライブでというかね、テレビの前で見てたんですけれども、昨年はですね、ちょっと外寄りにこう逃げていくような変化球を、泳いでヘルメット取れるぐらいちょっと泳いだんですけども、それをホームランに打ったっていうところもね、見ましたし、2本目もね、山崎福也投手今年投げましたけれども、福也投手から打った変態ホームランもね、見ました。で、その3日前にもね、宮城投手から変態的なホームランを打って、ちょっともうファン的に見たくないんですよね、ギータの変態的なホームランっていうのは。ただオリックスもですね、この3人だけではございませんと、能見さんもいますし、富山投手もいますし、ノブもいるということで、このぜひですね、宮城投手、サチア投手、そして、斉藤投手の、敵討ちではないんですけれども、この3人のですね、活躍でもう二度と、ギータには変態打ちはさせませんということで、今回のテーマですね、もう二度と見たくないギータの変態打ちを抑えてくれるこの3人についてご紹介をさせていただきます。まずですね、順にご紹介をできればなと思うんですけれども、富山投手からでございます。どうしてもね、登板数が5回、5試合投げていて、防御率がね、そんなにこう良くはなかったりするんですけれども、打者21人に対してですね、投球回も3回ということで、三振も、4つということで、今年ですね、一番最後のホークス戦の登板が7月の8日だったので、今年ですね、富山投手が非常にこう戦力にはなっているので、今度こそですね、リベンジをしながら変態打ちは絶対にさせて、あげないぞということでね、投げてくれることを、期待したいなというふうには思っております。続いてノブこと山田投手でございます。山田投手もね、富山投手と似ているんですけども、防御率がね、そんなにめちゃくちゃ悪いってわけではなくて、登板数も5試合出した16人に対して、投球回 3.2 回で被安打4、フォアボールが1自責点2ということで、防御率はね、4.91 というふうになっております。で、もう少しですね、ファン心理でいうと、ノブのこう評価というか序列がね、もっともっとこう上がっていってほしいなというか、比嘉投手と同じで、今年も引き続きですね、ちょっと給料上げてほしいなと思うような投手ですので、必ずですね、ギータをこうコッパみじんに封じてくれるだろうなというふうに思ってますし、もう変態打ちなんてね、もうそれは持ってのほかだと、絶対させないというふうにね、個人的には期待をしているので、ぜひともですね、頑張っていただきたいなというふうに思っております。そして最後が能見さんでございます。能見さんはね、登板数2試合なんですけれども、打者8人をもう完璧に抑えていて、被安打はね、2本打たれてるんですけども、投球回2回、防御率はもう0と、自責点も0、セーブも1ということで、一番この3人の中では期待をしてます。もう能見さんですから、変態打ちなんで、させないですし、全員のね、左ピッチャーから変態打たれてもたまったもんじゃないんでね、能見さんをもう最終兵器というふうにね、期待をさせていただきます。まとめるとですね、宮城投手、サチア投手、斉藤投手、この3人の、敵討ちをぜひ、この3人のピッチャーで、やっていただきたいですし、特にね、防御率0、自責点0の、能見さんに関しては、めちゃくちゃ個人的にも、期待したいなというふうに思っているので、ぜひともですね、変態打ちがないように、買って、応援をしたいなというふうには、思っております。皆さんもですね、ギータの変態打ちとか、宮城投手、サチア投手ね、斉藤投手がこう打たれたと試合とかね、そういったところは、記憶にも、新しい方いらっしゃると思いますし、何かね、ご意見等も、あられる方いらっしゃるとは思うので、ぜひともですね、いつものようにコメント欄の方によろしくお願いいたします。それではですね、本日の動画は以上となります。チャンネル登録お待ちしております。